こんにちは、カラダネイダーファンの皆様。あの、リピさんからまたね、動画の方を3本送られてきましたんで、まあ、順番にまたね、公開していきますね。で、別の方から質問だったんですけども、カラダネイダー、あの、100円を切って、まあ、92、3円うろうろしてますけども、カラダネイダーの適正価格って一体いくらなんですかっていう風にね、聞かれましたね。あの、適正価格って、その時その時によって違うのは、私は当たり前だと思うんですよ。でも、こういう言い方は私もしましたし、世の中にもあると思います。 例えば、体の枝がね、上場前とかで、まあ、0.2円で買ったときに、これは市場に出たら、10年後、20年後の適正価格は、まあ、500円ぐらいじゃないかなとかね、1500円ぐらいじゃないかなっていうふうに、市場に出たら、10年後だったら、状況がこう変わったら適正価格はっていうふうな言い方をしますよ。でも、今日の適正価格が150円なのに、なんで92円なんだろうっていうのは、これは妙な言い方ですよ。 適正価格ってそもそも市場が決めるんであってね。今出てる価格が適正価格ですからね。うん。だからそういう風に捉えていかないと、いや、この92円はおかしいんだと。市場が間違ってるんだ。本来は150円の値段がつけられるはずなのに、なんで92円なんだみたいなね。これ FX でよくある思考なんですよ、これ。本来はみんなこれ上がるはずなのになんで市場は下がってるんだ。市場が間違えてるみたいなね。違うんだって。 市場がどんな時でも合っていて、その市場に合わせて思考を作り変えるのが投資でしょっていうふうに私は思うんですよね。まあですんで、あの、92円ね。確かにがっかりですよ。がっかり。だって340円とかいったわけですから、去年は。でも、去年の今頃って確かね、20円か30円ぐらいじゃなかったですか。うん、だから1年経つと適正価格ってここまで変わると私は思うんですよ。うん。あとはね、 あのどうしても現実が受け入れられないこの92円が受け入れられないならそもそも投資をするなって話ですよ、ね、これがね明日になったらねこの92円が10円になりましたってもうそれを受け入れて投資を続けるのかエグジットしてお手上げするのかってことを日々決めないといけないんですよ今92円だからってねじゃあ3日後にあ凍結されましたそれ起きるかもしれないんですよ、ね、伝統的な通貨ルーブルが今どうなってますでしょ うん、だからそういう現実をいっぱい見てると投資って水物でねあの不動産投資もそうですけども島を買ったけど島がなんと死んだけど温暖化で沈んじゃったみたいなこともあったりね戦争で空爆されてる建物が自分の投資してるホテルが炎上したとか言ってパーンのことがあるわけですよもっと身近な例で言うとねあのー、なんかアパートのこの経営をしてましたとかね賃貸でアパートやってましたとか,かアパートでなんかね自殺が起きましたとか言ったら評価額下がるわけじゃないですか。 だそういうのも全部込み。ね。宇宙人がやってきてビームを打ちましたのも込みで投資ってのは <laughs> 勝負なんですよ。もちろん宇宙人が来る可能性は低いですよ。でもゼロじゃないじゃないですかっ <laughs> 何が起こるか分かんないわけですから投資ってのは。うん。だからその何が起こるか分かんないことを想定して、首都直下型地震とかね。あのー、まあ、そういうのも、南海トラフもちゃんと想定して投資ってのはやるもんだと思うんですよ。うん。逆に 事故によって符号が生まれるみたいなね。ああ、早く事故が起きてくんないかな。莫大な保険金が転がり込むのかな。転がり込むんだけどな。みたいに、事故を待ち,待ちなが流れてる人もいるわけですよ。だから人工知人兵器みたいなね、おかしな話が出てきて、人工知人兵器で、ドーンと自分の保険をかけてるビールとかを壊して儲けてる人がいるんだ。ディープステッドだみたいなこと言い出すんでしょ。<laughs> その話どっから聞いたんですかみたいなね。どっからネットに書いてあったんですかみたいな。うん、大体ね、 あの猿、信頼できる筋からとかね、信用ある情報源によるとっていうのは全然信用できないんですよ。<laughs> 言ってらっしゃい。